パパと行かないので中なんですが、さあ皆さんこのね演奏とともに、あ、来ましたね。さあ続いては増井優子ちゃむちゃんの登場です。皆さん大きな拍手お願いいたします。さあ続いては先ほどゲストを当選していたちゃむちゃんが登場です。彼女もそうそう、このアクアボードのチラシの子ですよ。彼女今回のポスターの、そうあの子です。あの子がちゃむちゃんです。改めましてちゃむちゃんです。さあ高いところからようこそ皆さんこの会場にお越しいただきましたちょっと挨拶の仕方が可愛らしく、よく見たらサングラスをかけていますね。いやこれぐらい眩しいなと。でも私のこの、シャワーで皆さんちょっとは水分補給、いや水分補給はしない方がいいね、まあ、ちょっとあの顔をですね、軽くシャワーでいかがですかという感じでしょうか。さあ投げキッチもしてくれましたちゃまちゃん。さあ一人ずつ皆さんにご挨拶してますんで、動画の方がいいですよ。ちなみに彼女はちゃんとライフジャケットを着用しています。そしてジェッターのコマちゃんももちろん黒子のね衣装じゃありますが、ちゃんとライフジャケットを着用しています。そうじゃないとねいけませんから。うさぎちゃんぴょんぴょん跳ねるよ。さあ低空飛行でチャムさんのお一人お一人にご挨拶。よく見てください、足元の足元が固定されてるじゃないですか。スノーボードみたいなもんですよね。だけどさっきコマちゃんがぐるぐるぐるって回転した、あの時には足元の部分が回転するんです。よく考えたらどうやって回転するのか。そうなんですよ、空中で回転する。しかも今空中であの低空で飛ぶんですけれども、なかなか難しいんですよ。やっぱりこれだけの体感がないとダメですよね。これから夏休み沖縄に行こうかななんて思ってる、あなたあのアクアボードって結構体験でやれるんで、よければ皆さんチャレンジしてみてください。ちなみに彼らは伊豆が拠点としています。なので、まあ、ちょっとねこの夏はパフォーマンスでサーフ船舶に行っちゃうんですが、伊豆の方にも、そしてね、神奈川の方にもこういったアクアボードの体験ができるので、よければ近場でもありますよ。それから江戸川でもやれるんでね、ぜひよければこういったアクアボードね、そういったものもやってみてください。さあ改めまして増井優子ちゃも。さあ曲が変わりました。ここから少しパフォーマンスご覧いただきましょう。まずはしなやかな感じで